ルキアン、奈良が追っていきますが、池田、これはそのまま長いし、ね、糸がねちょっと合わない。平岡の浮き球、これつながるか。湘南、大野、右足のシュートでしたが、よく掴んだ。最後キムミンテ、ここもデザインされてましたね、まあ、ここ最後キムミンテよく合わせましたけど、キューバもねナイスセーブでしたけど、長いし、まあ、鈴木は去年までいた、そうですね、強火ですね。なるほど、はい、田中入ってきた、鈴木が来た、あーっと池田、最後は池田のシュートでしたが、なんとか出しろした。そうですね、ここからしっかり変わらんできたのでね、これで平岡が抜け出して、ここのスルーもね分かってましたよね。うん、あそうですね、鈴木が来てもきっちりスルーしてね、そうですね、このキーパーも慌てずにね、しっかりボール、この時間に2点目となれば大きな点ですが、さあここは変化、デザインをしてきたか、杉岡折り返す、おっと岩に合えという、このパスうまかったですね、しっかりこう、ただ長石でした。はい、うん、いろいろ考えてますね、ですね、はい、もうバリエーション豊富です、はい、声を出していましたが、さあ今度はシンプルに入ってきたか、長石ここで着地、